エンハイユープンが、ハイブオリジナルストーリー、ダークムーン、黒の月、シリーズのアルバムでも日本オリコンチャートで頭角を現した。写真、メガネ姿のメンバーも、エンハイペン、フィリピンに向かう空港ショット5月24日、オリコンが発表した最新ランキング、5月23日月、によると、 エンハイペンのダークムーンスペシャルアルバムメモラビリアが日本発売初日にオリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得した。彼らはこれまで韓国と日本で発売した計9枚のアルバムのすべてがオリコンデイリーアルバムランキング1位を記録し、日本での人気を証明した。同作は13日に発売され、韓国国内外のリスナーから愛されており、フィリピン、インド、ブラジルなど計21カ国。 地域の iTunes、トップアルバム、チャートで10位圏にランクインした。また、タイトル曲、Fatal Trouble は12カ国、地域のトップソング、チャートの最上位権を記録。さらに、韓国国内主要音楽サイトのバグ、リアルタイムチャート上位圏には、Fatal Trouble をはじめとするアルバムに収録された全曲がチャートインした。メモラビリアは、A ハイペンとハイブオリジナルストーリー、 ダークムーンシリーズの全てを貫くテーマである、運命的な愛、ヴァンパイアとしての存在的な悩み、などを音楽で表現したアルバムだ。エンハイペンとダークムーンシリーズという異なる産業の2つのスーパー IP が出会い、エンターテインメントが進むべき新しい方向性を提示しているという評価を得た。エンハイペンは30日に韓国で放送される m ネット・ m カウントダウンで、フェータルトラブル、 のステージを初公開するフェータルトラブルは愛していると信じていた相手に対して混乱して揺れる心を表現したロックバラードジャンルの楽曲でどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まっている。